聞きの放送は 83.4MHz FM 世田谷琴姫チャンネルです。インターネット放送局 IS フィールドでも配信を行っております。 URL は www.is-field.com www.isfield.com です。はい、今夜もゲストコーナー参りましょう。今夜のお客様は俳優の相田さんです。こんばんは。こんばんは、俳優の相田です。お願いします。いらっしゃい。いやー、お久しぶりです。ミュージカルのハードなミュージカルのね、パタリロのステージの間を縫ってきていただいてね、はい、ありがとうございます。もうお疲れ様でございます。いや、ありがとうございます。今日あたり家で寝てたか、寝ていたかったんじゃないですかまあそうですねふくらはぎパンパンなんで、うん、まあでもちゃんとストレッチとかケアをしてるんで、うん、まあ、なんとか。あとお客さんのやっぱ支えがあって、あ、声援があって、それでみんなで楽しくやっていけてるって感じです、今は。そうなんですね、はい、東京公演が終わってね、はい、でその後、まあ、ただいまっていうか大阪公演のね、はい、間を縫ってということでね、はい、もうだいぶ売れちゃって。いやいやいや、とんでもないです本当に。もう全然です本当に。いや、そうじゃなくて、もうこのパタリロが始まってからかなり大変なレッスンしてからステージに登られたんじゃないですか。はい、そうですね、うん、稽古は7月の下旬とかから始まったんですけど、今回は本当にそのお芝居だけじゃなくて、あのダンスと歌のボリュームが本当にすごくて、ね、ダンスをあの踊って歌を歌ってない時の方が短いくらい、本当にずっと歌って踊ってるんですよね。そりゃすごい体力いりますよね、本当に、うん、何曲ぐらい歌を覚えたんですか。曲数は、うん、全部でまず本編中で12曲あるんですよ、でもそのうちにその僕がやらせていただいてるマヤメンズっていう役が歌う役はそのコーラスとかがあるので、その全部覚えるってわけじゃないんですけど、でも12曲中の半分くらいは歌ってて、そりゃ大変だわ。そうですね、踊ってて、うん、踊って、はい、でなんかその歌はそのコーラスだけだけどずっと踊ってるっていう曲もあるんで、じゃあずっと動いてるわけですよね。そうなんですよ本当に。でお芝居もずっとやって、で今回はそのパタリロが45周年ということで、その原作の漫画が連載45周年なんで、そのお祭りっていうことで、その本編が終わった後にあのレビューショーっていう本当にライブみたいなパートがあるんですよ。で、あのお客さんもこう、あの例えばこうマヤメンズアイターとかいううちわを作ってくださってたりとか、ペンライトを振って応援してくださったりとか、それが OK な時間がその最後30分くらいレビューショーっていう時間があって、もうそこでそれこそもうメドレーなんですけど、人気投票で、あのファンの方の人気投票で決まった曲をメドレーでやっていくっていう。何曲ぐらいだったんですか。それもだから最初にオープニングが1曲あって、パタリロのテーマっていうのがあるんですけど、それがあって、で次あのバンコランメドレーっていう、そのまあメインでバンコランとマライヒっていう、まあヒロインとメインキャラ、あとパタリロがいるんですけど、それのバンコランメドレーっていうのが4曲あって、玉ねぎ舞台っていう、パタリロのそのパタリロ殿下の部下の玉ねぎ舞台っていうのがいるんですけど、それのメドレーも4曲あって、4曲あって、であとすごいエモーショナルなフライミートゥーザムーンっていう、はい、すごいいい曲があるんですけど、それと最後エンディングの1曲なんで4、8、あ、だから10曲ですかね。じゃあライブになっちゃいますよね。もうライブです、本当ライブで、ね、でフライミートゥーザムーンとその玉ねぎ舞台のメドレーは、その玉ねぎ舞台は最後の曲だけで、でフライミートゥーザムーンは、あのキャラクターたちが、メインのキャラクターたちが歌ってるで、僕は出てないんですけど、だから4、7、8曲、その最後のレビューショーでも8曲やってます、歌って踊って、それだけでもあのちょっとミニライブっていうか
ね、8曲ぐらいで終わるライブもありますからね。うん、がっつりライブです本当に。そう、それで毎日のそのスタミナ作りはどうしてました？スタミナ作りは、でもなんか僕疲れすぎちゃうとあんまり食べれなくなっちゃうタイプで、なんか あの胃がなんかちょっとなんて言うんですか、閉まっちゃうっていうか、なんでそのとにかく最近あのヤクルト1000ってあるじゃないですか、めちゃめちゃ手に入らない、あれをあのカンパニーのみんなが見つけたら買うっていうのをやってくれてて、みんなで本当にめちゃくちゃいい人たちなんですよ、キャストの皆さんが。あ、そうなんですね。でなんかヤクルト1000買っといたから冷蔵庫に入ってるよとか言って、もう行ってくださって取っていいよみたいな、そしたらわーっつってみんなヤクルト1000取って飲んで、でぐっすり寝て回復してみたいなのとか。でもヤクルト1000だけじゃ足りないよね、まあ、でもヤクルト1000は効きますね、やっぱあれ、本当ですね、本当に効きます。いやでもそれすごい、ちょっと聞いただけでもね、まあ相手さん若いから乗り切れてるかなと思いますけど、そんなハードなステージは珍しいですよね。いや本当に、このしかもこのご時世にこれだけパワフルなのをなんかやって、なんか自分でもこう改めてなんかその舞台に立てるありがたみというかをすごい実感しましたし、そのお客さんたちも本当にこうマスクがあってもなんかマスクからこぼれ出る笑顔がもうすごいなんか分かって、お客様に応援されてね頑張れるっていうのすごいありますもんね、楽しんでくださってるのがすごい分かるので、それで僕らも本当頑張れてます。そうなんですか、じゃあちょっと頑張った後でね、音楽をかけて休憩しましょうか、ね、ヤクルト1000みたいですけどね、はい、あの今ね音楽を聴きながらねパタリロのステージのハードさをね語ってたんですけどね、東京公演が終わって、大阪公演は、今日9月17日も含めて19日までで、あと5公演やるんですよ。5公演そうですね、今日で2終わってるんで、2ステ終わってるんで、大阪はもう初日が2公演なんですよ、いきなり。あ、わあ。昼夜やったんですよ。うん、なるほどね。なんで明日からだから残り3です。あ、じゃあその3あっという間です本当もう。ね。から。いやでもどなたもでも脱落者が出ることはなく。いやそうなんですよ。誰も怪我、大きな怪我もなく、体調崩すこともなく、もうパワフルにやれてます。でもそれは本当に。みんなお互いにこう支えて支え合って、はい、うん、もう笑顔絶えずに、もうそういう人たちが集まってるからこそだと思います。本当にあとあの自己管理っていうかね、さっきお伺いしましたけど、あの打ち上げはもちろんのこと、はい、外食もダメだったんですか？そうなんですよ、その、あのコロナの影響で、やっぱりその一人でもね、関係者で出ちゃったらもう全部の公演が中止ってことになっちゃうので、本当にそれはこうみんなで厳しく守ろうって言って、じゃあ外食とかひたすらステージが終えたらお家に帰って、いやもうそうです、本当に稽古期間も稽古場と家の行き来、みんなで本番期間も劇場と家とあとホテルの行き来、行けないんだったらじゃあ何食べてたの？だからもうなんか買ってで、テイクアウトしてお家で食べるとか、テイクアウトしてホテルで食べるとか、それしかないですよね。だからもう大阪も本当に美味しいものいっぱいあるじゃないですか、たこ焼きとかお好み焼きとか、みんなで行きたいよねとか言いつつ、もうホテルでみんな悲しい。あ、キャスト同士で一緒にご飯食べることもダメです、ダメです、もう外食、じゃあ外食はダメです。休憩中とかも一人で、あ、休憩中はそうだから、その町そば館とか の、うん、あのお弁当とかはあるんで、はいはいはい、でも楽屋でみんなそれぞれこうお弁当を静かに食べると。大変、ね、うん、そう、一番厳しい生活してたんじゃないですか？いや一番厳しかったです ね、 ね、それは今まで舞台やってきてた中でもコロナ中にできた舞台もあったりしたんですけど、やっぱり一番みんな気をつけてやってましたね、本当に。スタッフさんも含めみんなで気をつけて細心の注意を払ってできることはして、ね、ま、でそれで無事こうしてもう一人も本当に稽古期間から誰も体調崩さずに、それが素晴らしいですよね、本当にすごいです。
ね、ご褒美出ないといけないですね大入りを、いや、そうですね、大入りを出してもらわないといけないですよね、だからもう本当にね、全部終わってこれで、まあ、コロナも落ち着いたりとかして、うん、みんなでどっか行けるよってなった時は本当にみんなでパーッとやりたいですね。それはですよね。ご褒美にハワイですよね、はい、ハワイ行ったことないんで行きたいですね、本当に。それは確かに、いや、もうそれぐらい行かなきゃね、いや、どの方よりも大変な生活してたと思いますよ。うん、でダンスのその歌も12曲覚えて、はい、ダンスも12曲覚えるわけでしょ。そうです。でも、うん、そのさっきちょっと話したんですけど、その自分が出てないところは、その覚えなくていいというかやらないので、ダンスと歌をやらないんで、8曲とかですかね、本編中で言ったら8曲とか覚えて、ね、それで終わってからライブショーもあるんですからね。そうです。だからでもそれ、うん、確かにそれ合わせたら12くらいはありますね、全部で、うん、そのレビューショーも含め、ね、本編も含めたら12曲くらい。じゃあみんな痩せちゃったんじゃない、東京公演の間に。そうです、痩せてます多分みんな。痩せてる。今日ね来た時、あれ、もともとスマートな相田さんだけど、あれ今日ちょっと真横ちょっと痩せてるかなと思って。いや、なんか私も思いました。思ってました。そうですか、はい、で主役の方は痩せてないわよねなんかそれがそう、あのふっくらしてますよね。主役もう本当に我らが座長、うん、加藤亮さん、もう加藤亮君本当に、なんかそのみんなが痩せるって言うじゃないですか、でも僕太っていくんだよねって言って、みんなとそのお弁当とか出てるからみんなと同じもの食べてるはずなのに、なんで太ってくんだろうみたいなでももうそれはもうパタリロがもう染みてるから、どんどんパタリロの体型になってくんですよ、亮君が。だからもう役が本当に、役作りがすごいですよね。でも不思議、どんどんパタリロになってくんですよ。いや、疲れるとだから痩せるじゃないですか、普通、うん、食欲も落ちて、うん、なんか疲れると大きくなっていくんだ、うん、そうなんですよ。なんかそんなこと喜んじゃいけないですけど喜んじゃいけないんですけど、でも主役はあのふっくらしたねキャラですからね。そうなんですよ。 でも黒の会あって、皆様来年になりますけど3月に DVD がね。あ、そうなんです、うん、ありがたいことにパタリロの公演の DVD が来年の3月に発売されるので、ぜひお手に取っていただいて、その、ね、感激できなかった方は、ぜひ見ていただきたいなと思います。ねえ、うん、ますますね、これからも頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。今夜どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、今夜は俳優の相田さんにお越しいただきまして、ただいまパタリロステージ公演中でございます。皆様応援よろしくお願いしますね。お願いします。いい音楽聴いてますか？素敵な映画見てますか？大好きなこと諦めたらダメですよ。あなたの夢を叶えましょう。ハートふっくら琴姫チャンネル。